はいどうも、モルさんです。今日は、今までね、YouTube にも出してなくて、まあ1年ちょっとぐらい前からね、インスタにはちょこちょこ出してるんですけど、実は犬を飼ってるんですね。もうすぐ2歳になります。なんかね、最近ペットの動画とかもいっぱい YouTube だったりね、インスタだったり、まあ、Twitter とかにもね、上がってて、まあ、特にね、動物園のトレーナーをされてるのかな。黒田さんっていうね、方が YouTube をやられてて、プーキーズって名前でね、やってるんですけど、そのチャンネルがね、すごい好きで、1万人ぐらいの頃からね、実はずっと見てて、お猿さんのね、カイくんとか、ちょっとブチャカワのモヤちゃんとかね、あとアイドル的な感じのミーちゃんとか、すごいね、見てて癒されるなと思って、まあ、せっかく僕も飼ってるし、まあ、成長記録的な、メモリー的な意味も込めてね、ちょこちょこあげようかなと。まあ、もし需要があればね、まあ、シリーズ化というか、何本か撮ってみようかなとは思うんですけど、まあ、そんな感じでね、やっていこうかなと思います。ちなみにね、うちで飼ってるのはヨークシャーテリアですね。ヨーキーのね、メスを飼ってるんですけど、名前はね、ウニって名前です。ちょっとね、こっち側にちっちゃい頃のね、動画を貼ってると思うんですけど、めちゃめちゃ可愛いでしょ。ちっちゃくて、で、黒い毛がね、バーってツンツン生えててね、ウニっぽかったからウニって名前にしたんですけど、ほんと手のひらに乗るぐらいの大きさでした、最初。で、なんだかんだ成長して、今はね、3.1 キロか2キロぐらいかな。ヨークシャテリアの平均的な体重が3キロぐらいってことなんで、まあ、かなりね、健康に育ってる状態なんですけども。だからね、今回タイトルにある通り、うちのね、ウニちゃんはね、まあ、お風呂が嫌いなんですよ。まあ、1週間にね、1回ぐらいしかね、入れてないんですけど、なんか病院で洗いすぎると良くないみたいな。まあ、人の頭皮と一緒で、なんかこう、油分を余計に取りすぎちゃうみたいなんで、まあ、週1か2ぐらいでいいって言われたのでね。まあ、そんな感じでやってるんですけど、ね、1回1回がもう戦争、マジで大変。なんでね、今回は、その、どれぐらい嫌いかっていうのをね、暴れ具合をちょっと見せていこうかなと。で、早速ね、お風呂に入れていきましょうか。よし。じゃあご対面しましょう。やばいでしょこの暴れ具合。ちょっとね静かにしていなくなりましたっていう状態にしてからもう一回開けてみたいと思います。すぐねぴょんぴょんするんですよ。じゃあいきますよ。あれ、このゲージから出すとね、必ず膝の上に絶対乗ってくるんですよ。で、ちょっと出してみたいと思います。よしよし、おいはい、こっちこっち。よし、お座りは伏せ、伏せは。おー、いい子ですね。お座りと伏せとお手とおかわりができます。お手おかわり、あーちゃ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 、お手お座りお座り伏せお手、よしおかわり、よーし、おいよーしよしよーし、かわいいね。おいでよーしよしよし、お座りは伏せ、おいでおいでよーしよしよし。じゃあ早速ね、犬用のシャンプーでね洗っていきたいと思います。熱すぎないようにね、39度でやっていきたいと思います。わあ、あー舐めてる、登ってきちゃう、舐めてる、登っちゃう。よし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 。体がね濡れるとすごいしぼむんですよ、毛がね長いからね。でね、耳ちゃんと閉じてね、ちょろちょろちょろってね、はい、耳閉じますね。よし、あ大丈夫かい、ね、うわわわわわ、すごい抵抗するじゃん。あ、お耳をね閉じてね、はい、よし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 、わわわわ、ほん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 、うんちうんち洗えないからここにここに隠れるようにちゃんと洗いましょうね。万歳して、
顔向けます。飲んでるし。飲んでるし、水。はい、ちょろ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 。顔向けます。ひげを洗わないで、ひげを。ちょっとね、昨今のね、まあ、今またちょっとひどくなってますけど、コロナのね、影響で、いつも行ってるお店がね、まあ、ずっとちょっと閉まってたのと、まあ、再開したんですけどね、なかなか予約が取れなくて、やっとね、来週予約が取れたので、まあ、ちょっと髪の毛も、まあ、髪の毛というか、まあ、毛もね、切ってこようかなと。まあ、もし、ちょっとウニのね、動画が需要がありそうだったら、それも動画化したいなと思います。シャワーヘッド舐めるのやめて。よし。じゃあ、シャンプーしていこう。このシャンプーはね、天然の素材でできてるやつかな、確か。うん。犬にもね、優しいシャンプーで、犬はね、人用のシャンプーとかするとね、油が全部持ってかれちゃって、毛がね、バサバサになっちゃったり、絡まっちゃったりするんでね、しっかりちょっと油の保湿もするっていう、この毛のケアもできるシャンプーをね、使ってます。これ舐めちゃダメ。で、これを体と毛にしっかり馴染ませていくと。よしよしよし。よしよし。最初に比べて毛がね濡れたからすげえ細くなってる。よし。もう手も必死必死に押さえるね。はい、手をね、はいはいはい。結構毛が薄いねあんたね。お風呂嫌いな人。はい、おちり。はい、おちり。よし、じゃあ鳴らすよ。おーおーおーおお、ちょっと慣れたね。おお、今日は結構おとなしい方だね。これでも結構おとなしい方です。何この手は。分かった分かった分かった。はい、耳押さえて、よし。はい、痛い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 。分かった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 。なんで手で押さえるの。なんで手で押さえるの。洗えないでしょ。うん、うん、なんで手で押さえるの。あー、わし、ごめんね。オッケー、これでシャンプー終わり。な、何何に驚いたの。何に驚いた。おお、おお、なになになに、どうしたの。すぐ登ろうとする。お手、よし、おかる。よーし、いい子だね。じゃあ乾かそう。話が違う。すごいね、毛が。スターウォーズにいたね、こんなのね。チューバッカみたいになってるね。ちっちゃいチューバッカだね、海。すごい尻尾振ってる。あー、痛い痛い痛い。あー、痛い痛い。これちなみにね、全然熱くないです。至近距離でやっても熱くないです。温度を下げてね、風量を強くしてるんで、風の力で乾かしてます。おー、だんだんふわふわになってきたね。あ、あ、顎の下にほうきできてるね。もうやばい、これはやばい。おお、すごい。何、すごいね、すごいね。よし、乾いた。すげえふっくらしたね。じゃあ最後にね、ちょっと櫛で溶かそう。じゃあ櫛でね、溶かしていくよ。よし。よし、OK。はい、というわけで、今回はお風呂が嫌いな犬のシャンプーをね、してきました。どうぞ。よし。お風呂が嫌いなワンちゃんって、ね、結構多いと思うんですけどね。なんかね、暴れないというか、まあいいシャンプー方法とかね、もし知ってる方いましたら、ぜひコメント欄にコメントしていただければなと思います。な、なに？うん。分かった分かった。お前のことだよ。というわけで、今回の動画がね、もしいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。分かった分かった分かった。この尻尾が可愛いでしょ。ピピピピピピピってなるんですよ。
早い。褒めると早くなる。